V、聞いてくれ。話がある。ちょっとした仕事だよ。興味あるか？分かった、聞くよ。ネットサーフィンしてたら偶然面白い広告を見つけたんだ。当てようか。どうせ中古のミスタースタッドか何かでしょ、安物の。 V、 俺は真面目な男だ。俺が今しようとしているのも真面目な話だからな。誰かが魔術書を売ってんだ。ネットのクラッシュ以前の年代ものだよ。あんたもネットランナーなら一つや二つは知ってるだろ。そのソフトがありゃどんだけ稼げるか。それを盗んできてほしいのね。盗む必要はない。買うだけでいい。かかった金は2倍にして返す。お使いってこと？ついでにニコーラと海藻チップスも買ってこいなんて言わないでよ。 B、 よく考えろ。これはお宝だ。それを進んで手放そうとするやつがいるか。つまり何か裏があるってことだ。それに売り手が予測不可能なヤバいやつなら下手すりゃ殺し合いになるかもしれん。あんたに任せたい理由はそれだよ。腕っぷしなら負けないだろ。分かった、任せて。オンに切るよ。売り手の連絡先を送っとく。幸運を祈ってるぜ。分かった、それでいい。話が早い。住所送った。そこに一人で来なさい。何？魔術書持ってる？ええ、安全な場所に隠してある。どこか知りたい？ならお金を見せて。あらら、ハードワイヤーのカスタマーサービスも落ちたものね。は？何の話だかさっぱりわからないんだけど。分かってるはずよ。あんたが何者かは大体察しがついてる。安物のスーツ、型落ちのインプラント、明らかに企業の人間ね。もっと当ててあげる。会社の倉庫から物をくすねてそれを横流ししようとしてるってとこね。上司はなんて言うかしら。今月のあんたの成績で横領がきちんと評価されればいいんだけど。要求を言って大幅に値引きしてくれたら上司には黙っておいてあげる。はあ？ふざけないで。これはビジネスの話よ。で、取引するの？それとも私に電話をしてほしい？今座標を送った。どうなることやら。頭おかしいじゃないの？
く XPR じゃない。50年は前のものね。懐かしいな。俺も持ってたよ。かつての一流テックだ。ジャパンタウンの娯楽といえばパチンコ。インプラントを含めて何かまで楽しもう。Hey, ten cuidado. どこかで会ったような。悪いが人違いだ。思い出した。荒坂と N54 との交渉で、あの防衛部のサイバーサイコシス騒動よ。荒坂の元従業員ね。あの漏洩に関わってたんでしょ。もう死んだと思ってた。なのにこうしたアフターライフにいるなんて。お互い元モノクローマーか。綺麗な空気だけは恋しいよ。ローグと働くのはどんな感じ？普通さ。普通ってそれだけ？ローグについて知りたいなら自分で聞けよ。喜んで答えてくれるって。ねえ、お互いネットランナーでしょ。プロとしてのコツを教えてくれない？別にいいぜ。ローグの仲間なら俺の仲間だからな。バートモス時代のレアものをあんたに売ってやってもいい。バートモス？あのレイシー・バートモス？冗談でしょ。姿を消す前、あいつはネットの片隅にアイスを突破するプログラムや試作品をばらまいたんだ。妄想癖がひどかったらしいね。結局彼はどうなったの？さあな。でもバートモスが残したテックをいくつか見つけることができた。ほら見せてやるよ。私のエディは？で、手に入ったか？言っただろ？俺は真面目な男だ。ほら、約束通りの額だ。ちょっと待って。このテックの価値はこんなものじゃない。そうでしょ？かもな。でもあんたは俺が提示した額に同意した。当事者が悪意を持って行動した場合、あらゆる契約は無効にできる。仕方ない、分かったよ。特別報酬を追加してやる。取引できてよかった。それじゃ。V、アドバイスだ。あんまり調子に乗ると痛い目を見るぞ。仕事を探してない。仕事って？荷物の運び屋だ。 A 地点から B 地点に素早く静かに運ぶだけ。心配いらない。俺たちには先にフィクサーと話すのね。仲介屋なんて金の無駄だろ。そういう考えだとこの業界じゃやってけないよ。俺が必要なのは運び屋だ。ドローンを警察にやるのか？いきなり火の海に飛び込みたくないからな。歌舞伎の臨海地区に行って荷物を回収し、俺に連絡するだけ。届け方はその時に教える。で、肝心の報酬は？心配するな。ボーナスもつく。関税なしの輸入品だ。見てのお楽しみってわけね。ああ、損はさせない。単純かつ美味しい仕事だろ。やるか？わかった、やるよ。よかった、そう言ってくれると思ってたよ。
歌舞伎の臨海地区へ行って、ノーフューチャーと書かれた冷蔵庫を探せ。中にあるものを回収したら俺に連絡しろ。その後の指示を出す。オーケー。じゃあその時に。人だって事前に知らせてくれてもいいでしょう。もし運ぶのがバナナだったら郵便局にでも頼んでるだろう。それで誰なの？メキシコ大使だ。誰だろうとお前には関係ないだろう。男を用意した車のトランクに入れてノースサイドへ向かえ。住所は GPS に入ってる。わかった。あともう一つ、クローズの連中には気をつけろ。その男を狙ってるからな。クローズって切られた。終わったよ。そのようだな。完璧だ。よくやった。大丈夫か、アルヨシ？デニスはホープをくれた。で、この男は？自分で話してもらおう。アルヨシ、
僕はジャパンから来たトップブレインドクターだ。アルデイ、タイガークローズのボスをサージョンした。でもボスが大してしまったね。タイガークローズはベリーアングリーでアメリカにランアウェイしたんだ。そしてデニスがヘルプミーしてくれた。でもシークレットがある。ボスをわざとキルした。ベストドクターはミステイクをしない。クローズのことは先に教えてほしかった。お前なら大丈夫だと思ったんだ。現に今ここにいる。大丈夫だったろ。感動的なとこ悪いけど報酬がまだよ。ああ、これをぜひ受け取ってくれ。アドバイスをしてやろう。誰のか分からぬ冷蔵庫なんか何があったって覗くもんじゃねえ。中から見つかんのはよくて腐った牛乳。ひどい時にはって、おいおい嘘だろ。こいつはレイシー・バートマスじゃねえか。データクラッシュやラビットで有名なあのバートマス、初代のネットをめちゃくちゃにした双子の兄弟でもいない限り、ああ、そいつだよ。この面は間違いない。2020年には指名手配のポスターが街中に溢れてた。社会の敵、生死を問わずってな。街にいる連中の半分は奴を追ってたんだ。ついてない野郎だ。この中で半冷凍状態になってたようだが、いつしか回路がぶっ飛んで停電し腐っちまったようだな。この悪臭からすると20年くらい前ね。鼻が曲がりそう。もう行くよ。ちょ待てよ、中に何かお宝が眠ってるんじゃないか。初代のネットのヴィンテージ品とか残していったらもったいない。あったとしても使えないでしょ。どうしてそう言い切れる。それを確かめる方法は一つしかない。考えさせて。優柔不断は毒にしかならん。ほら、中を見ろ。へえ、SGI テックのエリスラ、最高のサイバーデッキの一つね。ほらな、ゴミ漁りってのもたまには悪くないだろう。そういや、アフターライフにいるあの男、ニックスって名前だったか。あいつレガシーテックに詳しそうだ。あいつと話してみろよ。何かデータを取り出せるかもしれないぞ。Thank you.
ニックス、いいものを見つけたの。バートムスのデッキよ。へえ、他にはアラン・チューリングのテープか。本当だって、ほら。うお、マジかよ。すげえな、B。どこで見つけたんだ？郊外で見つけたの。冷蔵庫の中、バートモス本人の死体のそばでね。バートモスらしいな。ネットウォッチが指名手配して探し回ったんだぞ。上海、ラホール、サンティアゴ・デ・チレ。その間もネットを騒がせ続けてた。延命装置がダウンしなかったら被害はさらに広がってたはずだ。ここから何か取り出せる？ボロボロだし、湿気による損傷もある。メムキューブの暗号はおそらく神レベルだ。できるの？できないの？試しては見るが、失敗する可能性も高い。そしたらデータは完全に消え、取り戻せないぞ。ディスクに大昔のベクターが仕込まれてる可能性は？データクラッシュやラビットみたいな。だとしたら、その時は焼け酒するしかないだろうな。リスクは100も承知だ。でも正直ものすごく興味がある。あんたもそうだろう。やってみるしかない。始めて。よし、カウンターの上に置いてくれ。落とすなよ。ほら。ほら、ずいぶん軽々しいな。 B ならたとえ聖杯を見つけても酒のつまみを入れる器にでもしちまいそうだぜ。まったく。さて始めよう。なるほど。データはほとんど破損してるが、全てじゃない。パスワードは自傷攻撃なら。ダメか。ならコマンドを一発挟んだら。あ、いいぞ。ハードルはあと一つ。こいつは簡単に抜けれるはずだ。へえ、あのバートモスほどのやつが。やってみろ。ここにあるのは脳みそを焼いちまう機械だ。本気で弱点を踏めるか。くそ、まずいことになった。 B、 早くどうにかしろ。あと数分でこいつの脳みそはこんがり焼き上がっちまうぞ。よし、やった。くそ。息してる。なんとかな。頭の中はまだくすぶってる気がするが、一体何が起きたんだ？痙攣を起こして電気が消えたと思ったら火花が散り始めた。だから私が代わりにやってあげたの。待てよ。素人のくせにバートモスのデッキに侵入したってのか？どうやら町一番のネットランナーは私みたいね。それは疑問だが、素質はあるかもな。よし、骨董品から何が出てきたか見てみよう。ログ、メール、チャット履歴。うん、どれも興味深いが特別なものはないな。そう、まあ後で自分でも調べてみる。まだ何かあるかもしれない。普段なら代金を請求するところだが、今回は俺があんたに借りを作っちまったみたいだな。これをやるよ。デーモンがいくつか入ってる。バートモスのほどじゃないが、それでも役に立つはずだ。ありがとう、ニックス。一人で大丈夫？助けが必要なら言ってよ。心配しなくて結構。鎮痛剤をウイスキーで体の中に流し込めばすぐに元通りになるさ。
着いたけど、少し待ってるか。よう。ビル・ジャブロンスキー。ああ、話は岡田に聞いてるな。人殺しの依頼だって聞いてるけど。やるのはヨシュア・スティーブンソン、凶悪殺人犯だ。詳しくは車で話す。乗れよ、運転を頼む。連中はこの道を通るはずだ。ここで待って姿を現したら後をつける。あいつの目から光が消えるのを干渉してやる。それどういうこと？簡単に死なせるつもりはない。連中ってヨシアは一人じゃないの？そんなこと聞いてない。他の奴らを殺す必要はない。一緒にいるのは誰？武装は？普通の奴らだ。怖がらせてこっちが本気なのを見せれば何もしてこない。普通ってどういう意味よ？奴を出所させた企業の人間さ。自分たちが無事で済むなら母親だって売り払う。とにかくそいつら撃つな。奴に死んでほしい理由は？お前には関係ない。事情を知っておきたいの。あの野郎に妻を殺された。有罪になって死刑判決を受けたのに、あろうことか釈放されることになりやがった。そんなことさせてたまるか。中途半端な計画ね。正直気に入らない。どういう意味だ？まず公共の場で殺すと人目につく。それに逃げられるかもしれない。分かってないな。俺はこれに全生涯をかけてんだ。いたぞ、車を出せ。おい、逃がすんじゃないぞ。慣れるなよ。今からあいつをバラバラにしてやる。やってやる。この手であいつを殺してやる。 NCPD だ。そこを動くな。 NCPD のバスケス警部補だ。動くな。人殺しを守る気か。武器を捨てろ。撃つぞ。待て。よせ、やめろ。撃つな。お前を殺しに来たんだぞ。向こうは悪くない。彼女を撃ったら取引はなしだ。バスケス、撃って。それは巻き添えになる覚悟があって言ってるのか。じゃあどうするのよ。くそ、ここには置いていけないでしょ。メディアが来ちゃう。おい、一体何してんだ。 LCPD だ。いいからさっさとそのトラックを動かせ。早く彼女を連れて行く。え？
私が？あんたたちと？君が必要だ。頭おかしいんじゃないの？それ以上何か言えば会社に連絡する。お城が台無しになるぞ。ヨシュアの暗殺を誰も君には指一本触れないと約束する。ビル・ジャブロンスキー、短い前科はないが来てもらうだけだ。すまないな。どういうこと？パトカーも無線も使うな。君の名前は？後で面倒なことになると困る。いいよ。ヨシュア・スティーブンソンだ。くっそ、もう知ってるよ。なんでだ、なんでこんなことに。一緒にいた男は、なんで彼を捨てなかったんだ。警告を無視したら。ビル・ジャブロンスキー、そうだ、知ってるでしょ。もういいだろう。 あとは管轄の連中に任せればいい。我らに火の数え方を教え、知恵の心を得させたまえ。待てよ、お前 B だろ。知ってるぞ。こっちは知らないけど。こいつは連れてけない、論外だ。この女は危険すぎる。彼女に頼みたいことがある。勘弁してくれよ。やっとか、ようやく面白いもんが見れそうだ。ポップコーンでもあれば暇つぶしに最高だぜ。私に何をさせるつもりなの？レイチェルの言う通り、ここに長居はできない。一緒に来てくれ。知りたいことは途中で教える。俺は絶対反対だ。残念だが君に意見する権利はない。いいね、こいつらが何をするつもりか知らないが、行けよ。こんな面白そうな機会めったにないぞ。分かった、一緒に行く。早くしてよ、押してるんだから。自分の存在する意義や人生そのものを変えるような経験をしたことはあるか？やっぱついてくるんじゃなかった。12年前、私は実刑判決を受けた。強盗殺人とその他の余罪でだ。当時の私は冷酷だった。人を撃ち殺しても気にかけることすらなかった。だが檻の中にいると考える時間はいくらでもある。それで自分の過ちに気づき、正したいと思ったんだ。どうして人を撃ったの？相手の目つきが気に入らなかった。私の手には銃があり、それをやめさせる力があった。今でも撃たれた人たちの表情が脳裏に焼き付いている。神よ、忘れさせたもうな。こんな話を私にする理由がわからない。やろうとしていることを理解してほしいんだ。それで私にどうしてほしいの？一日一緒にいてくれたら、君がもともと約束されていた報酬と同じ額を払う。何それ、そんな金ないでしょ。支払うのは私じゃない、スタジオだ。あなたを殺す契約はまだ有効なのよ。実行しない理由がある。俺だ、変な真似をしたらお前を殺す。君もバスケスも落ち着け。フィクサーの望みは満たされる、必ずな。どうやって？信用しろ、必ず全員が満足する結果になる。結局私に何をしてほしいの？そばにいて話をしてくれ、それだけだ。一人が寂しいの？その通りだ。私のそばにいてくれ。夜までだけでいいのね？ああ、そうだ。おかしな真似をしたらすぐに降りるから。誰も強要はしない。グロリア・エル・アフマルの家に着くわ。少し時間をくれ。バスケス、彼らの見張りをお願い。私は車で待ってる。早くしてね、押してるんだから。
ズレイカ、遅かったわね。その飛び入り参加がいてね。スタジオの人？彼女はまさに君が最後の手紙で書いていた人物そのものだ。 B、 ズレイカだ。 B よ、よろしく。どうも。ヨシュアの友達なの？いえ、知り合ったばかりよ。はあ、母は出かけてるの。戻るまで中で話しましょう。入って。急げ、外で待ってるぞ。じっと待ってるのは性に合わない。うるせえ。どうぞ座って。飲み物でもどう？一杯もらえる？どうぞ。父と子と精霊、そして唯一神の名において、アーメン。ズレイカは私が殺した男性の姉なんだ。服役してる時に手紙をくれてね。そして絆で結ばれた。許しを通して。ヨシアはあんたの影響で罪滅ぼしを。全ては彼女の手紙から始まった。弟を失ったら神が彼を使わされた。ナイトシティで敬虔な信者に出くわすとはね。これも神のお導き。神がお引き合わせくださったのよ。 B、 君は神を信じるか？人知を超えた力が存在する可能性はあると。言ってもそれを証明することは不可能よ。信じるかどうかを決めるのはあなたよ。ズレイカと私が延々と議論していることがある。解決するのを手伝ってくれないか？ちょっと、そんなこと人に頼むなんて嫌よ。ぜひ聞かせて。ヨシアは自分が救世主だと考えていて命を絶ちたがってるの。それは違う。救世主だなんて言ったことはないよ。自殺だなんて、神があなたにそんなことをお望みになると思う？これは自殺じゃない。ヨシア、どういうことなの？檻の中で信仰に目覚めたことがメディアに伝わると、翌日には私はスクリームシートの一面を飾っていた。そこにブレインダンスのスタジオが目をつけ、出演オファーを持ってきたんだ。ハイエナたちめ。おかげで電気椅子に座らされるはずだった私はより崇高な死を迎えられるようになったんだ。連中はヨシュアが十字架刑になる BD を取ろうとしてるの。たとえローブを着ていても死刑には変わりない。どうしてブレインダンスを？何が目的なの？ズレイカは私を神の子に変えてくれた。今度は私が恩を返す番だ。この世に愛が存在することを示したいんだ。ありとあらゆる迷える魂があまねく理解できるような形でね。どうして？無償の愛が存在するなら神だって存在するはずだ。今こそ世界に神の存在を思い出させるんだ。人々は家畜のようにフィーダーにつながれ、子供たちはギャングだらけの街で育ってる。そんな彼らが愛を知ってると思うか？ジグジグストリートのジョイトイ、薬を決めたコーポの連中、街を歩き回る殺人者たち、彼らに伝えたい。私が伝えるんだ。君みたいな殺し屋を考えてみろ。 B、 君は愛を知っているか？どうだ？母さんよ。ヨシュア・スティーブンス、
また会ったわね。あなたは？私は B。 出てってちょうだい。エル・アフマルさん、あなたの許しを声に来た。あなたは息子を殺したのよ。許せるはずがないでしょう。あなたを苦しませて本当にすまない。今すぐ家から出てって。もう行って、あなたたち全員よ。ねえ、そろそろ行きましょう。ヘル・アフマルさん、人殺し。いいから早く行って。私のルーベン返して。ルーベン、車に戻ろう。きちんと話せばグロリアも分かってくれると思ったのに。そうすればきっと許してくれるんじゃないかって。そろそろ食事にしましょう。ああ、どこで食べるの？パイズイ。あそこのコーヒーはうまいんだ。パイズイのチーズケーキは結構いける。乳糖不耐症でね。なら、ビーガン向けのアボカドアイスは？この町に詳しいのね。関係ないでしょ。まあそうだけど、ここ結構気に入ってて。ナイトシティを知り尽くすのは不可能よ。いつだって驚かされる。だから魅力的なの。確かにね。ヨシュアと入ってテーブルを取っといて。飛び入りゲストに話があるの。あなたに聞きたいことがあってさ。どう思う？ BD 界の大型新人について。彼の信仰心は本物だと思う？ いえ、ただの変人よ。でもその点はどうでもいい。彼がそんな状態だと分かっててなおこだわる理由は？ヨシアは誰もが求めるのに簡単にお目にかかれないあるものを提供してくれる。正真正銘のリアリティってやつよ。あの頭の中は完全にふん詰まりだけど、自分の言うことを信じきってるからね。なるほど、 BD 俳優にぴったりね。ええ、何をしても失敗にはならない。このヨシュアって男はうちのドル箱スターになるかもしれないのよ。それが私とどう関係が？あなたは彼を不安にさせ探りを入れるような質問を繰り返してる。彼が疑いを持ち始めて私の投資を台無しにされると困るの。今おとなしく立ち去ってくれるなら彼が約束した倍の額を払うわ。乗るなよ B。 お断りよ。これがどれだけ得な話か分かってないよね。ちゃんと分かってる。店に入りましょう。ちんけな傭兵にしてはやるじゃねえか。どうなるか興味が湧いてきた。結末は苦痛と利得だな。崇高な行いかはたまた狂気か。だがそれらはほとんど同じ概念なのかもしれない。ま、俺も興味がある。想定外の終幕もありうるしな。
この町でいろんな奴を見てきた。こんな野郎に出し抜かれてたまるか。逃げようなんて考えてみろ。すぐに俺が始末してやる。バスケス、あなたの意見は求めてないの。バスケスは相当頭が固いのね。警官にしても。偏見にとらわれた人間は大勢いる。バスケスって根っからの警官なの？バジをつけて生まれたようなものよ。よほどの弱みを握ってるのね。スタジオの筆頭株主は企業なの。バスケスはあなたと違って上流階級に敵を作るのを好まない。そのブレインダンスについてもっと詳しく教えて。タイトルは苦難で、ターゲットは貧困層よ。これは BD 界に革命をもたらす作品なの。革命？ヨシアの一時出所の期間は限られてる。一緒に撮影できるのは最後のシーンだけ。でも終盤までの部分は替え玉とエモバンクの素材で埋められる。それでもヨシアとして感じられるのよ。そんなこと可能なの？あのね、うちの親会社は EBM よ。技術投資は桁違い。あと数年もすれば俳優も必要なくなるわ。もうその日が待ちきれない。最初からヨシア抜きでも十分撮影できるんじゃないの？イエス・キリストの苦しみ、それをデジタルで再現することはまだ難しいんだ。あなたは作品に口出しできるの？彼は脚本家にキリスト教のルカの福音書を使わせたの。元はヨハネを使うはずだったんだけど。ああ、それは大違いよね。うん。ヨハネの話は雑で大げさだ。ルカの方が私の心によく響く。ルカのイエス様は自らの運命を受け入れていた。世界中にその覚悟を理解し、感じてもらいたい。具体的に何を伝えたいわけ？イエスは慈悲深く、人々の罪のために何度でも死ぬということだ。無駄話はもうやめにして、ヨシオには余計なことを考えてほしくないかな。落ち着いて、レイチェル。その通りだ。君のことも知りたいから教えてくれ。休みの時やリラックスしたい時は何をする？あなたに関係ないでしょ。真面目に聞いてるのにな。瞑想よ。よりによってあんたがスピリチュアルなタイプだとは思わなかった。だから理解がない人は嫌なの。スピリチュアルな世界は人の世界、宗教とは別のものなのに。大体あなたは何でまだここにいるの？ただ飯が狙い？じゃあ教えてあげる。やめて。あなたの言うことになんか興味ない。ああもう、神の恵みだ救済だってそんな話うんざりよ。吐き気がする。 BD プロデューサーの私に言わせれば、宗教なんてインチキよ。だがレイジェル、とにかく話はここまで。食べ終わったらスタジオで撮影の準備よ。それとあなたは消えて、報酬は後で送る。さよなら B。 君と会えてよかった。お見事、実にいい演技だったぞ。この件あんたはどう思う？あいつは常軌を逸した変人だ。だが企業に搾取されてることに変わりはない。あんたの皮肉癖にはもう飽き飽きよ。俺たちがどう思ったって何が変わるわけでもない。企業はあいつのような奴を利用して利益を上げ続け、大衆は虚しい夢を見続けるんだ。それに抗ってこそ反逆者ジョニーでしょ。 B、本物の反逆者ってのはな、ああいうやつを言うんだよ。どっちなのよ、変人それとも救世主？やつもイカれてるわ。この世界もイカれてる。お前がイカれてるのは俺のイカれた頭がその中に入ってるからだ。それが世界を救うための第一歩だな。イカれてなきゃ話は始まらない。ねえ、神は存在すると思う？おいおい、嘘だろ。真面目に聞いてるのよ。そんなこと聞いて何になる。お前は一度死んで生き返った。コンストラクトである俺にも神の奇跡が起きると思ってんのか？
私は死んで生き返った。それは間違いない。で、あれが奇跡だったとでも？なら今のお前は救世主か風刺帳、いや、それともレストアされた初期モデルのアーチャーか？あれが何だったのかは分からない。あんたもそうでしょ。何がお前を生き返らせたのか教えてやるよ。あらさかのクソったれな技術だ。この世に救世主がいるとしたら、それはサブロー・アラサカだろうな。コンストラクトに命を狙われる救世主ね。そこだ。だから俺とお前は違うんだ。神々の前にひれ伏すのがお前、眉間を打って足元に崩れさせるのが俺だ。自分がデジタルゴーストであるという事実について頭を巡らせたことくらいあるでしょ。あんたはもう死んでるの？それとも自分のコピーが残ってる限り生きてるってこと？デジタルの天国から迎えが来るってか？デジタルの地獄からよ。でももし死後の世界があるなら、あんたはもうそこにいて、私は動くお墓と話してるってことになる。期待に応えられなくて申し訳ないが、そんなの考えたこともねえ。俺はただ俺なんだ。地獄や天国の住人でもない、単なるデジタルの精神だ。変な一日だった。まるで夢でも見てたみたいな感覚ね。でもどうやら冷めたらしい。さあ日常に戻りましょう。シェルが待ってるぞ。これヨシアは無事なの？俺は知らない。ほら早くしろ。案の定 BD は大炎上したようね。水を差したいだけだ。あの BD は世界中に広まる。スタジオはスキャンダルを気にしたりしないの？むしろスキャンダルは飯の種だ。本音を言うと俺もこの BD はどうかと思うが、家族がいる仕事だからな。どこに行けばいいの？この道をまっすぐ行って前に警官が立ってる建物だ。ありがとう。うん、あんたが例のパッとしないやつだね。まあいい、入って。心配しないでオルガ、手は打ってある。頼みの綱がすぐに来るからね。やっと来た。押してるのよ。ヨシアは朝からずっとあなたはどこだって楽屋にいるから話してきて。私に会いたいって？
魂がこの世を去るときにそばにいてほしいんだ。私には友人も家族もいない。いるのは他人だけだ。まだこのブレインダンスを取るつもりなの？決意はますます固まった。間違いない、あなたは真の反逆者、革命家ね。どういう意味だ？人々に真実と現実を見せつけようとしてる。スタジオはあなたで人稼ぎするつもりでいるけど、本当に利用してるのはあなたの方。これで世界は変わる。なかなか面白い発想だな。怖いんだ。一緒に祈ってくれるか。どの祈りでもいい。ええ、分かった。天に増します我らの父よ。天に増します我らの父よ。皆を崇めさせたまえ。皆を崇めさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ。我らの糧を今日も与えたまえ。我らの糧を今日も与えたまえ。我らの罪をも許したまえ。我らの罪をも許したまえ。我らに罪を犯す者を罪を犯す者を我らが許すごとく。我らを試みに合わせず。我らを試みに合わせず。悪より救い出したまえ。悪より救い出したまえ。アーメン。アーメン。ヨシュア。さて、いよいよだ。君も一緒に来てくれないか。釘を打ちつけて、十字架に貼り付けてほしい。お願いだ。わかった。やるよ、ヨシュア。ありがとう。よし、始めましょう。あなたにも少しセリフを言ってもらうわよ。プロンプターに出しておくから。救世主ならば自らを救い、我々も救ってみせよ。神を恐れぬと。お前は同じ刑を受けているというのに。我らが行いには報いを受けるは当然。されどこの男には身に覚えなきこと。御国でまたお会いしましょう。
け。今日何時は我と共に楽園にいるであろう。手に委ねん。アーメン。今多分人生で一番大変な仕事をやり遂げたわ。この後は家に帰る。2日間ぶっ続けで眠るつもり。報酬についてはまたいずれ。ダメよ、この BD は公開すべきじゃない。それはあなたや私の決めることじゃない。また連絡する。